皆さんこんばんは。元男の子の青木かのんです。本日は何をするんでしょう。何これ。そうです、こちらは私が普段使っているリュックですね。カバンではないんですけども、今回タイトルにもありますが、元男の子のリュックの中は何が入っているか、ちょっと中身を紹介していきます。これは、アネーロって言うんですか、結構便利なやつで大きいんですよ。13インチのパソコンまでだったら全然入るみたいな。で、これは渋谷のメガドンキにお母さんに買ってもらいました。まず中身を出していきますね。やばいな、恥ずかしいな、なんか全然女子っぽいもの入ってないんで期待しないでくださいね。よいしょ。から見えるものから紹介していきましょうか。じゃーん。こちらはウェットティッシュ、液晶用って書いてるんですけども、こんなんか普通のなんか手を拭くアルコール用のウェットティッシュが入ってます。まあ、食べる前とかに拭きたいなっていうことが結構多いんで、これをよく持ち歩いてます。でかいんですけどね、なんか薄っぺらいああいうウェットティッシュの入れ物が好ましいと思うんですけど、こんな感じです。で、これ私は普段たまに YouTube 動画を外で撮るときがいきなり来たりするんで、まあいつでも対応できるようにスマホ用三脚を持ってます。これは韓国の元男の子 YouTuber のパニさんにいただいたやつです。これすごいめっちゃ伸びるんですよ。よくないですか、この伸びんので、こう三脚にもなるし、こうやって縮めれば、でスマホつけてこう自撮り棒にもなります。なんかこうこうやってね、こうやってつけてこうです。これは便利ですね。そして皆さん気になってると思うんですけども、これスイカなんで2枚あんのみたいな、1個なくなって、でやばいスイカないから買おうって言って買ったその日の夜に出てきたっていう、ダブってしまったんです。で今こっちに1000円ぐらい入ってて、こっちに600円ぐらい入ってるから、なんかもう際どい状況を今うまくやりくりしてます。早くなくなってほしい。こっち2枚、こちら私の財布ですね。これ私ブランド物とか全然興味ないんでわかんないんですけども、こちら視聴者さんにいただいたんですよ。コーチっていうやつで、本当わかんないんですけど、ブランドも中身、まあ、あえてちょっと裏面にしておいてます。個人情報あると思うんで。ファイマの T ポイントカードと、あとはこれは三井住友銀行でしょ。で免許証、私あとちょっとでゴールドですよ、ペーパーなんで。で保険証、飛び出てんのこれ領収書とかですね。私のなんか衣装代とかもうここにちゃんと精算できるように忘れずにこう置いてます。でいつでも人様にお会いした時にお渡しできるような名刺を何枚か保管補充してます。これ私の名刺です。これは、うん、事務所用の名刺ですね。こんな感じです。お金はね全然そんな大した金額ではないですけども、まあ、基本1万円札は入れるようにしてます。何かあった時のために入れてます。1万円と3000円今ありますね。多くても2万円かな。なんかいきなり長距離移動とかになった場合も大丈夫なように入れてます。基本的に私はカードとかを持ちたくなくて、以前私落とした時にカー用品とかいろんなもの買われて、勝手に15万円ぐらいの請求来て死にかけた記憶があります。マスクですね。どっちかっていうと視聴者さんに今はお声掛けされない方が都合がいいかなっていう時のために、いつでも使えるマスクを用意してます。これも視聴者さんからいただきました。ほとんど視聴者さんからですよ。化粧品とかも視聴者さんからいただいたものばっか。いや物乞いじゃないんだからね。ね、ありがたいことで、こうやって皆さんからご好意で事務所に送っていただくから、こういうのを使えてるんですよ。まずこっち見ていきましょう。中身はもうパンパンですけどね。こっちはね、ちょっとね、これケーブルね、充電器、スマホの充電器と、あとは、これ、なんかなんていうのこれ、ビックスののど飴です。のど飴。で、風邪薬。
これは、ビタクール錠ハイブラスってやつ。結構これ効くみたいですよ。風邪引き始めにはいいやつ。で、これをテピカジェル。これいいですよ。うん。これ、プチって開けて、なんか除菌したい時に使えるテピカジェルですね。ごめんなさい、ボケて。で、お次が、これはまあ、元男の子ならではのもんですけど、女性ホルモン剤。まあ、ピルですね。どっちかっていうと、プレマリン。ぐらいかな。です。こんな感じ。で、こっちのもう一つのチャックの中には、これは、まあ、モバイル用品みたいな感じ。これ、エレコムの、なんだっけ、SD カードリーダー。外で、一眼レフとかで撮影した時に、パソコンにすぐ取り込んで編集したいなって時は、これを、こうやって、USB 出して、カチャってパソコン差し込んで、ここに、SD カードをガチャンって入れる。で、もう一個が、これは、ウームさんからお借りしている、モバイルルーターですね。外で動画アップロードしたいよっていう時は、もうこれがあればすぐにアップロードできます。本当ありがとうございます。で最後に、これラブパワーっていうメーカーから出ているモバイルバッテリーですね。こんな感じ。ね、これが何が便利かっていうと、これなの。ここにコンセントあるから、モバイルバッテリーってわざわざこういうケーブルを使ってコンセントが充電しなきゃいけないじゃないですか。これをね。でも、そのままできるんですよ。でも、そのままカチャンって刺すだけ。便利。で、お次は、こちらも視聴者さんからいただいたやつの、化粧ポーチです。ただ私は外で化粧直しを基本しないんですよ。したとしてもそのリップとか口紅ぐらいしか直さないんで、まあ、こういう粉もんとかをなんか、バッグの中に入れるのが不安っていうか、うん、化粧崩れたら崩れたでもういいやみたいな感じの主義の人なんで、基本中身はこんな感じですね。だいぶシンプルですよ。だから、なんかこの辺ね、女子っぽくないなみたいな言われちゃうかもしれないですけど、これも視聴者さんからいただいた鏡です。これキリミちゃんの鏡。これ私好きなんですよ、キリミちゃん。これがバイシンっていうメーカーの充血した時用の目薬。これも結構重宝して使ってます。便利。これ結構高いやつ。ディオールの、リップマキシマイザー。これ私2本目かな。これ1個5000円ぐらいするんですけども。なんか、こういうものは、まあまあ好きです。これ、カプサイシンが入ってるから唐辛子成分で唇塗ると、ぷっくりしてくれるんですよね。たまに使いますね。もう普段結構髪の毛とかに、風邪こうベタってついちゃう時があるから、普段は普通の安いリップで済ましてます。でこれはなんかシュガーなんちゃらみたいな、リップシュガースクラブみたいな。これ視聴者さんがいただきました。ディオールですね。これ絶対高いよね。本当ありがとうございます。大切に使います。これ友達からもらった韓国のハンドクリームです。メーカー名がねあんま分かんないですけどね。ヘンドクリームって書いてある。で、これ今私が一番使っているリップです。よくリップ何使ってんのって聞かれるんですけども、こちらはチフレの口紅で、517番。こんな感じ。これ300円ぐらいですよ。これすごいんですよ。どっちかっていうとマット。で、色が、ピンクでもなければ赤でもない、なんか中間のちょうどいい落ち着いた感じの色で、で取れにくいから、ほんと私はもうずっとこれ使ってます。すごいおすすめです。私ね、化粧全然うまくないから何とも言えないんですけどね。視聴者さんに偉そうにこれがおすすめよみたいな、ね、言えない立場なんで、まあ次行きましょう。これよくね、いろんな人に現場とか行って、マネージャーさんとかにも、カノンさんこれ何ですかみたいな、びっくりしたみたいなね、言われるの。これは、何回も紹介してると思うんですけども、MacBook のケースでございます。こうやって開けると、パカってこう、なんか、本みたいに開く。で、中から出てきたのは私が普段使っている、もう今回の YouTube 動画もこれで編集しますよ。MacBook Air。シールだらけ、ちょっと汚いですけど。近くで見ます？シール。あんま綺麗じゃない。私センスないからね、貼り方わかんないんですよ。こんな感じです。これは最近よく
私の動画に登場してくれている、でてん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 ちゃーん、 iPad くんですね。 iPad ちゃん、 iPad Pro ちゃんですね。ここについてんのが Apple Pencil、 こうなんか磁石でくっつきますね。こうお風呂の蓋みたいのを開けるとこうやってスタンドになって、すぐにこう作業しやすいようになってます。 iPad Pro 10.5インチ、いかがだったでしょうか。今回は私のリュックの中をご紹介させていただきました。もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。グッドボタン多いとおすすめ欄に乗りやすくなるんで、ぜひ応援お願いします。ツイッター、インスタグラム、そしてサブチャンネル、青木かのの秘密箱は画面の下にリンクありますので、ぜひフォローしてください。また次の動画でお会いしましょう。